ユキとの大親友、そして御霊様の従順な下僕ロイだ。御霊様の出してくれた神の道具で食料にも水にももう困らないぜ。これが噂の水着界ってやつか。いずれ全ての女は俺のものに。おう、新しい可愛い子ちゃん発見。おお、超強いじゃん。すんませんした。次回第4話、片手枕を賢く御霊の奥義から御霊神うちを示したまい、始めもなく終わりもなく、始まりも終わりもない存在です。天空のあらゆるものを清め、大地のあらゆるものを清め、地上三十年後に清めたまい、御霊神よ、御霊の御方、どうぞ人を知ることも、変な富を返すことも、大変恐れ多くも申し上げます。